2023年3月17日、トップダンディ5の伝説の夜が歴史として残ることとなる。湘南美容クリニックナンバーワンドクター名倉医師、彼は5とタッグを組み、多くのホストたちを手掛け、ホストたちの売り上げを飛躍的に伸ばした。しかし、まだ見ぬホストの本質をより理解するため、名倉医師自らが歌舞伎町のブラックジャックとして一夜限りでホストとなることを決意。この一夜は茶番ではなく、ホストとしてヘアメイクから始まり、龍星社長がこの日のためだけに用意したアドトラックのおもてなし。営業開始から瞬く間に満席となり、超特急で流れる時間、飛び交う高級ボトルとシャンパンコールにシャンパンタワー。しかし、キャストとの意識のズレから生じるトラブルも発生。衝撃のラストには一撃1500万を売り上げる超新星が現れる。売上記録さえも塗り替わった圧倒的一夜をホスト TV が一挙独占放送。当日ですけれども、はい、ヘアメとかってあんまり馴染みないんじゃないですか？はい、全然ないっす。今のオーダーも聞いてもらったんですけど、はい、何とも出せばいいか全く分からなかったんで今日これからもう一日ホストになるわけですけど、はい、どんな一日にしたいですか？この人生のテーマというか、あってよかったなと思ってもらいたい、そう思ってもらえるように頑張りたい。今日は初めましてのキャストさんも結構いるわけですよ、ね。はい、なんで、何か僕も業界は違いますけど、もう本気で頑張ってるので、一日でも、なんとなくそれが伝わって、何かのスピーチにお互いになればなと。名倉先生、はい、ヘアメも終わりまして、ギラギラした感じ、ギラギラした感じ、あまりにちょっと飛び込んできた感じします。気持ちが上がってきますね。確かにここ歩いてると、あ、おはようございます。先生、ようこそ歌舞伎町へ。そして今日はおめでとうございます。ありがとうございます。美容外科医多分世界初だと思います。ヘアメイクを終え、龍星社長と合流。そしてこの日のために用意されたアドトラックが現れる。名倉先生、すごいじゃないですかこれ。このトラック、今日名倉先生一色ですね。ね、ありがとうございます。はい、今日はどんなイベントにしたいですか？まずは、もともとこの企画が3ヶ月前にあった時に、今日という日に実際お店が盛り上がるかどうか、これが一番課題だった中で、とりあえずカバーだけはどうにかなり、でも実際現場がガラガラだったら、じゃあどうしようっていうのを、僕さえも後から情報がバンバン入ってくるぐらい、スタッフがものすごく燃えていて、はい、それこそ今夜のそのクリニックが誰なのか、僕さえもわからない、はい、とてもワクワクするスタートになってます。2月は龍星さんの誕生日もあり、スタッフの方も主力メンバーほとんどバースでやったじゃないですか。その翌日3月の大きなイベント、うちのいわゆる売り上げを立てるメンバーとほぼ幹部、僕含めて4人が誕生日だったんです、はい、ですのでその2月の誕生日からものすごくバーッと盛り上がって、はい、次に連続して3月の9日に、まあ、5の3周年イベントがあって、そうですよね、はい、そこでスタッフも頑張ってくれて売り上げが上がって、そして、全てが盛り上がるような今話が入ってきてるので、はい、もうワクワクしかないです。本当に感謝です。ヤオウとブラックジャックが手を取り、伝説の一夜が始まろうとしていた。緊張はされてるんですか？緊張してするかもしれない。名倉先生、ご登場です。テントへ到着後、緊張する名倉医師はキャストたちに温かく迎えられて、おはようございます。名倉と申します。おはようございます。今日はですね、頑張る気持ちは持ってきましたし、皆様に何か役に立ちたいっていう思いと、あと今日という一日をいい日にしたいというところ、あと今日来ていただくゲストの方に、ここに来ていただいてよかった、僕に会っていただいてよかったと思ってもらえるように精一杯頑張りますので、ぜひご指導よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。新人の名倉さんに、これからね、ファイブを盛り上げていただくということで、はい、まず盛り上げるにはやっぱりシャンパンコールということで、はい、じゃあシャンパンコールの練習の方行っちゃっていいですか？はい、よろしくお願いします。バッタ、はい、バッタ、はい、コースはい、コンパイ、はい、ゴール、はい、インゼ、はい、インゼ、はい、もうあれですよね、本当は同伴とかめっちゃ予定あるのに、名倉先生のはい練習を教えるためには、はい、変えてきてるんですよね。はい、そうです。はい、いよいよイベントですけど、はい、もうめちゃくちゃ、もうこの日まで結構してて、多分本人のが一番緊張してるんだと思うんですけど、僕もちょっと緊張しちゃって、なんかハラハラしてたんですけど、まあいざ
その日が来ればやっぱりホストなんで、はい、店来ちゃえばもうなんかスイッチ入って今までの緊張は何だったんだろうかっていうぐらいの感じになってますけど、僕はもうシャンパンコールやるしかないね。シャンパンコールは基本的にガッツがあれば誰でもできるものっていうことで、雰囲気に負けない気持ち、できなくてもバーバーとかやっていけば基本的にはやっぱり女の子にそれが伝わるので、そこだけ意識していただければ今日の一日通して盛り上げ上がっていけるんじゃないかなと思うので、ぜひお願いします。普通にしますよね。はい。で、左手ところも。そうですね。ボトルを右手で持った方が。ここがどうやって持つんですか。できることはすべて完璧にやりたいと意気込む名倉氏は、テーブルマナーも一つ一つを真摯に学ぶ。名倉先生。はい、音も静かにできてて、いや、所作が綺麗ですね。めちゃめちゃ所作が綺麗。シャンパンコールはどうでしょう。シャンパンコールが一番難しいですね。僕がちょっと出してはいけないなっていう気持ちが働いちゃいますね。ちょっと声を出してみます。ご注意様が出てきてらっしゃいませ。営業開始早々、女性たちの黄色い歓声が店内に。またですね、この僕の作品といったらあれですけども、はい、心を込めてやらせていただいた、はい、王子の顔を褒めていただくのは僕自身ものすごく嬉しいですので、本当にありがとうございます。ありがとうございます。今日この素敵な席に入れるのが嬉しく思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。よいしょ、よいしょ。名倉氏、はい、一日、はい、ということで、はい、ありがとうございます。はい、で、あとは、そうですね、提携していただいてありがとうございます。はい、はい、で、あと、社長も本当にいつもありがとうございます。名倉氏にこう提携していただいて、まあ、自分の心から、まあ、やっぱ美容にも、なんかこう、もっともっと詳しくなりたいなと思ったりとか、意識が変わったりとか、一応、アートメイクもいっちゃったりとか、はい、それが名倉マジックです。よいしょー。もともと誠実な人だから、内面、めちゃくちゃ綺麗です。イベントは順調に進んでいるかに見えていたが、このイベントに不穏な空気が流れる。よっさん、今日ちょっと元気になってる。まあちょっとなんかいろいろ思うことがあって、ちょっとこっち来てもらって、言いたいことあるんですよ、正直言ったら。いいですか。どこですか。さすが中で話せないんで、あんまりキャストになんか見られたらあれなんで。重たい話ですか。重たいというか、はい、まあ、僕らもやっぱ正直、ね、僕も会社員辞めてホスト真剣にやってる状態で、まあ、あんまり今日の企画というか名倉先生のことを、はい、いいイメージがあるかどうかって言ったら正直なくて今、まあ、YouTube とかでなんかこうやっていろいろあるっていうのも、ちょっと話のネタにされてるんかなみたいな感じで、まあ、もちろん大事だと思うんですけどね、僕もこういうの、そこはちょっとあんま腑に落ちてないっていうか、ちょっと考えがあって、まあ、この企画自体どうなんかなっていうのと、まあ、正直心の中で今思ってるって感じですね。乗り気じゃない、やる気を出さないといけないんですけど、乗り気か乗り気じゃないかって言ったら、まあ、乗り気じゃない方ですね。もちろんね、仕事なんでそこはメリハリつけないとダメなんですけど、最近 YouTuber の人がホストで宣伝みたいな、ああいうのもあんまり僕はね、まあ、今この僕ホスト始めて、まあ、1年経ってないぐらいのガキンチョが何言ってんだよみたいな思われるかもしれないですけど、まあ、僕もね、この職業真剣にやってるところで急に1日2日でホスト始めて、そのインフルエンサー力でなんか上げるっていうのは、他の人の努力分かってるのかって正直思うところはあるっす。超一流企業に勤めてからホストになってるじゃないですか、はい、まあ覚悟がやっぱあるから。まあそうですね、正直言うと、ね、ホストってね、
覚悟を決めないと絶対売れる職業じゃないですし、なんか遊び半分で来られても、まあ僕多分僕以外に思ってるキャストもしかしたらいるかもしれないですよね。それってでも言えるかって言ったらもちろんね言えない状況だと思うんで。次回、吉野不満が爆発。名倉先生ってどれぐらいの覚悟でこのヨファイブで来てるんですか。その矛先は名倉石へ直接ぶつけられる。そういう少しでも生半可な発言されると少し困るんですよ。歌舞伎町一夜限りのブラックジャック、お見逃しなく。トップダンディ5では共に働くスタッフを大募集中。トップダンディ5ではあの湘南美容外科ナンバーワンの名倉石専属執刀による整形を無料で受けられます。ぜひふるってご応募ください。